こんにちは、花山さん、速稼塾の久保です。今日はね、革ジャンに今ポロシャツですね、ちょっと出かけてましたんでね、とってもいい話を聞けました。で、花山さんね、全然いいんですよ、これは。実はね、花山さんっていうのは、綾沢ちゃんにもそうだけども、多くの視聴者さんにはクリーンでいることを期待されてると思うんですよね、うん、で、YouTuber としてはね、アクセスを集めるためにサムネイルで釣るっていうこの手法は別に NG ではないんですよ。ただ、綾沢ちゃんをはじめ花屋龍馬さんのファンの方はね、それをしてほしくないっていう気持ちだったのかなっていうふうに私も想像するんですよ。アクセスを取る方法としては本当にいろんな方法があります。でも数字が走ってしまうと本当に伝えたいメッセージが歪んでしまう可能性がありますよね。だからね、今回とってもいいきっかけになったと思うんですよ。そしてもう一個ね、もう一個、今回の花屋龍馬さんがやっぱり YouTube をやるって決断、これはとっても素晴らしいと思います。やっぱりね、私たちは失敗するんですよ。そして思わぬような反応をいただきます。その時にじゃあもうやめますっていうのは敗北宣言であり、まあ無責任な行動とも言えるし、じゃあこれはね、間接的に何か花屋龍馬さん、こういうことなんだよっていうふうにアドバイスしてくれた人の、まあ言葉をね、まあいわゆる萎縮させるというか遮ることにもなると思うんですよ。これはね、やっぱり一つのご指摘ではあるし、一つの意見ではあるけども、一つの期待でもあるんですよね。花屋龍馬さん、もしかしてこういうふうなことを伝えたかったんじゃないの、こんな YouTube をやりたかったんじゃないのってことを今回思い出させてくれたんじゃないかなと思うんですよ。結構ね、私たちはビジネスでやってるところもありますから、数字が走るってことあるんですよね。でもその数字が走ったことを応援してくれる人ばかりではない。もちろん数字が走ることを応援する人もいるでしょう。あとは花屋龍馬さんが誰の顔を見てやるかなんですよ。誰の顔ですよ、うん、そっか、よし、こういうふうに言ってくださる方がいるから、確かにそうだなと、そっちの方向で行こうと思うのか、いや私はこっちの方向で行くんだから、あなたの意見は聞くけども、でもそれは私のスタンスとは違うよって行くのか、まあ、まさにね、今一つの分岐点、選択肢を迎えて新しく花屋龍馬進化するところだと思うんですよ。じゃあ YouTube やめてしまえば進化はないですよね、退場ですよね。で、それではね、本当にね、寂しいですし、いけないこと言ったのかしらっていうふうな遺構も残すかもしれません。まあいろいろと申し上げましたけども、どんなことがあっても花屋龍馬さんはね、数少ない発信者のうちの一つです。やっぱりいろんなことがあって発信をやめてしまう人がいます。でも発信をやめてしまうことが社会に与える損失っていうのはかなり大きいですし、花屋龍馬さん自身がそれでいいんでしょうかってことなんですよね。いろいろと私たちは失敗もするし、お手つきもするんですよ。そのたんびに頭を下げて反省して、もう一回やらせてもらいましょう。ということで、ズームライブね、楽しみにしてますからね。まだ日程時間設定しなくてすいませんけども、先ほど動画見てね、広告収入の中から給付金を出すっていうのはね、これはいいアイデアじゃないですかね。ただ、利用規約にこれがかからなければですんで、一回これチェックしてみてください。私は回答してますけど、あえて言いません。広告収入を皆さんに配るから見に来てよっていうのは、これはいいのか悪いのかってことですよね。例えばね、なんかこの YouTube をやってる方が相互のチャンネル登録を依頼するっていうのは、これは禁止行為なんですよね。これはお分かりですよね。あとは意図的に何かね、別の誘導を持って発信するっていうのもちょっと難しい表現になりますけども NG なんですよ。ということで YouTuber としては YouTube の規約をね、破らないようにいかないってはならないんですけども、その中で花屋龍馬さんが広告収入をなんかね、視聴者さんにお返しするっていう表現をすることがいいのか悪いのかってことは、これは YouTube Japan の規約としてどうなのかなってことはね、今一つチェックしてみてください。それがなければね、大いにやるべきじゃないですか。広告収入の中から給付金を出すとかね、プレゼントなんか物の形を変えてやるとか、広告収入にねプラス何かをして出すとかね、こういうのもいいと思いますし、もちろんね、もちろん給付金を出すって言ったけども、ちょっとやめますでもいいと思うんですよ。もう一回改めて考えてみていただいて、いわゆるね、広告収入を分配するという建前でアクセスを集めるような動画を作っていいのかどうかってことですよね。まあいろいろと私たちもね、気づくことがありました。まあ本当にね、花屋龍馬さんのいいところは、確かにそうだなと、自分ちょっとお手つきしちゃったかなってやっぱ思えることだと思うんですよ。素晴らしい、今回ね、動画私が見たところ247回回ってたね、いいじゃないですか。再生数1からまた始めましょう。全然ね、再生数がまだ旅の途中ですから、今この時点でね、マックスにならなくてもいいわけですよ。で、花屋龍馬さんは素直に表現するだけできっと
多くのファン、そして多くの人の心の支え、こういうものをね与えれる人だと思いますよ。まあだからね、私もね好きなんでしょうね、きっとね。はい、ということで、私もね年寄りの説教めいたことは言いたくないんで、この辺にしときます。まあズームライブ楽しみにしてますよ。そしてこれからも1000本1万本10万本と私が YouTube をアップロードするたびに、それに応えるように1000本1万本10万本とついてきてほしいなと思います。そして私を早く追い抜いてください。では行ってきます。